はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ビジネスゲームリミットを始めていきましょう。ペースでバージョンアップしますね。経営施設を完成？なんだそれ。新要素かな。この吉野ちゃんにでいって。スキルミキサー。各箇所に配置させると、なんだこの紙を入って、サバンナを駆け巡ってますね。かな。もしマジに書いてんな、やばいな。OK です。レア度は3か。さあ経営要素です。試合後の獲得ゴールドは会社を大きくすることで増える。拡張にはお金がいる。一人空席になっているんで、彼女はあれどうやって入れるんだ。
いや、洗濯してるんだもん。トラックとかじゃないの？これでいきましょう。なんか長押ししないといけなく指。お前ら選手として戦えない。だからフロントに回れっていうことなんでしょうね。で早速経営をアップさせます。金余るんでね、なるべくアップさせていいような感じです。スキルミキサーとかドリームチケットとかお金も追加です。最初のとこだな。1万6000持ってんのか。なんか良さそうな感じ。特ガチャもあります。どうしても欲しい場合はこれ。なんだこのコンビネーションスカウト。お、星6来た。森宮つむぎです。ん？じゃなくて、森宮つむぎ。ガチャ、もう一度。フレンドスカウト。5回ぐらいはやってもいいんじゃないの？最後です。うん。じゃあ行きますか。スカウト開始よ。
花玉の力を甘く見ないようにね。試合でドジなんて負けられんばい。さあ何が来る、なんだこの服装は。かっこいい写真しかし撮ってくださいね。残念ながら星さんだ。規則違反は私の実力証明してみせる。なんでしょうね、コンビネーション。あれこれって何だろう。次にイベントスカウトで行きましょう。必要以上がなかった。残念ながら当たりはなかった。既存の選手で頑張りましょうということで、どこだ。両手で抱えきれない夢。うんうん、やったクラーンカちゃん。うんうん、え、この主人公ってどういう設定なんだ。イエーイ、パフェ。今何でもって言ったよね。ありがとう。さあどうするか。こんなフォワード突き耐えるしかないじゃないですか。結局積み木はどうなんだろう。特訓だ。1-on-1だ。練習試合だ。特攻開始じゃ。すみません。試合拒否。もういい加減試合へ。あ、ミスターイベント開催予定。17時から。その前に。視聴数一気に増えた。神尾杯行きましょう。なんだこの神尾杯って。静かっていうのは強くした方がいいな。
シナリティです。孫の鈴鹿っていうのは一気になんだこれ EX ステータスって上がらないのか、解決ステータスが足りない。シュート星さんに参考だ。と思ったらプレゼントをあげよう。エロいな、地味に。ミニポイントがないと思ったら、そうだ、ミニポイントは40しかないな。とりあえず試合やろう。久しぶりディフェンス特訓杯。ディフェンスあんま意味ないけどな。行動力が考えされてるね。ここで反省するのか。でこれをリアリティ順に並び替えると星4が最高か。ってことは自信にはないね。うん、まあいいや。私頑張る。前半戦開始です。
速い。ゴール！そのスキル許可していないのまだ。これスキル許可を出す。ルビンサイクルを決めろ。ルビンストライクブーイ。前半戦終了です。スタミナ回復もできます。ないよね。でももはや入る。何かシュート打った。得点を奪いました。エビリーですね。4点差になった。スキル許可してあげよう。天才科学パース。さあどうする。自分で持っていくか。いや、いかない。見事勝利です。ファンも増えた。売り上げ高、経験値を獲得。ドームハウスでとか会社で得る値が結構でかいですね。試合だけじゃなくて。イエーイ、やったねー。お、結構上がります。こうなれるのは26かな。もう上級行っちゃってもいいんじゃないかな。これは今は父親が分かんないけど、試合することでお金とか経験値とか加工できるみたいですね。今回イベントじゃないかな。取られた。さすがに上級となるとレベルが高いか。激戦となっております。え、何のシュート。何だ。この突破を見ましょう。捕まえた。なんだ、なんか複雑でゴールがいつの間にか入ってしまった。これほぼ前半ないですね。前半戦終了です。終了ですね。
とバテてる人がいます。ミッドフィルダー、これか。これ全員ですね。させるのを手にしたけど、今回やめときます。後半戦開始です。いいですね、いい流れ。シュート打った、ゴールだ、ゴール決めた。意外な選手は頑張ります。もうルーミンがサポートに回ってるな。おお、すごいな、チェンシング。そうそう、パスしてほしいが、バテてるよな、なるすずか。もう時間がない。試合終了です。ルーニー、決められなかった。なぜか言うと得点取ってないのに。あと3回ぐらいできますね。この辺でいきましょうか。頑張れということで行きましょう。試合開始です。早くもシュート。ルーニーつながらないのは容易にスキル使えるのどうかなと思うんで。経験してやらないとね。エミリーシュート。あっとだが。決まらない。やっぱり甘くないか、スキル打てやないとダメっぽい。あ、取られた。強い東北ズンコだ。東北ズンコ強いや。やばい、現代青な、フレームアームズガールまである。前半戦終了です。結構コラボの獲得してますね。油断できないですよ。
しいとこです。後半戦開始です。ハンクズンプが強すぎる。ルミも効かない。ナイスカット。欲しいとこです。あ、カットされた。なんで今シュート打ったんだとか言いつつ、もうほとんど後半時間ありません。試合終了です。勝ちましたけどね、課題はいろいろあるな。なんかピン切りですね。26。よし。試合開始です。あ、パスするんだ。おっと、エンジュが得点を奪いました。相手もルーミンがいるんだ。もっとディフェンダーの仕事をさせた方がいいような気がするけどね。後半戦開始です。なんか相手はすごいなんかアニメコラボの選手加工してますね。だからといって強いとは言えないですが、お豆腐の花嫁とかな。よし、2点目。特にスキル使ってなかったですからね。これは大きい。あと何分ぐらい？あと10分ぐらい。もうほとんどない。時間がない。
わった。わった。クラブハウスに AI の経験って大きいですね。やってみましょうか。81、私頑張るから。あ、負けるかもしれないけど、あ、パワーアップしとけばよかった。キックオフですよ。でもダメだ、スキルは効かない。あ、やばい。うまい、ナイスです。久しぶりにあのキーパーが出ないんですかね。なんだ、やっぱり強いな。ガードが効かなかった。巻き返さないとね。ガッツが足りない。今度は決まった。さすがです。さあ、ルーミン、決めてくれ。あーっと。ルミ捉えてしまった。久しぶりの敗北かな。敗北を知らないと。あーっと、お、惜しくも敗れました。負けた。さすがにレベル80の壁は厚かった。まあでももらえますからね、経験値とか。負けもいい経験です。あ、 AP あるんだ。ってことは負けても構わないってことですね、この辺の練習試合は。公式戦とはわけが違う。通常レンズって何だったっけ。次はローカルリーグ7位挑戦。行動力、そっか。行動力は足りないとダメなんだ。行動力は、あの、これで、回復させられます。もう2倍で試合やってみましょう。ん？あ、借りれるんだ。借りましょう。前に、
私素晴らしい記憶喪失か。やってましたからね。ルミスターク V 決まった。得点を奪いました。早くも先制です。え、通常シュートだ。ずっとルーミンのターンっていう感じですね。前半戦終了です。さあ、2人がバテているぞ。さあ、彼女とチェンジ。真ん中行きましょう。後半戦開始です。サイドに狙っていきましょう。試合終了です。うわ、はい。あれ？なんだろう。記憶、主人公は記憶喪失なんですよね。で、なんかここの女子サッカーリーグに来てしまったという話だったと思う。まあ、どうせルーミンですね。経験値を少しずつ稼いでいきます。メンタルポイント。
サーカー選ぶのか。下に申し込んでみましょう。ちょっと時間かかるな。レベルの人から申し込みましょう。サッカーに音が溢れている。むにゅーえふふわーいむにゅーピンサートをゲット。なんだこの絵具って。ミューハイポイントってあるんですね。ミューハイポイントは50。はい、ということで今回は試合ですね。水曜日はディフェンス特訓杯だってことで、このディフェンス特訓杯を中心に行ってみました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄に書かれているブログ、ツイッターに、ビビーのプレイリスト、よろしければアクセスお願いします。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。